はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のけけちゃまのコーナーでカズノお兄さんが登場してくれましたね。カズノお兄さんの好きなお花は何だと思うというクイズがありましたね。今回は鼻歌なんかを歌ってくれたりして子供たちもすぐ分かりましたね。答えはチューリップでしたね。ちょっと大人的には面白い部分っていうのは少なかったんですが、後で子供たちに好きなお花を聞いているんですが色ばかりを答えるっていうところがちょっと可愛くて面白かったですよね。はい、今日はお母さんと一緒のけけちゃまのコーナーでカズモお兄さんが登場してくれました。次の動画を楽しみにしていてくださいね。